フェンシングサーブル日本代表の大分合宿は2016年から毎年開催されていて、今年で9回目です。昨日から始まった今回の合宿には、パリオリンピックで金メダルを目指す大分市出身の江村美咲選手ら男女16人が参加。今日から一般に向けてトレーニングの様子が公開されました。訪れた人は基本の動きを細かくチェックする選手たちの様子を興味深く見学していました。日本代表合宿をちょっと見てみたいなと思って来たんですけど、緊張感を感じます。やっぱりなんか鋭い感じで結構動くんだなというふうに思いました。大分合宿は今月15日まで行われ、最終日は県内のジュニア選手を対象にした見学会も予定されています。